ロシアのウクライナ侵攻から間もななく1年になります。戦闘が長引く中、イギリスの研究者がロシアのプロパガンダ戦略について西側メディアの本物のニュースであるかのように装い大規模に拡散されていると警告しました。 ロシアによるプロパガンダの研究者はヨーロッパの制裁によってロシア国営メディアの放送やウェブサイトが停止されたもののフェイクニュースの拡散は今も続いていると指摘しました西側メディアのロゴなどを使い本物のニュースのように見せかけて 避難民が放火したなどの動画を流し、ウクライナへの批判を煽っているということです。 またウクライナ侵攻開始から1年が近づく中、人々の戦争疲れもプロパガンダに利用されていると懸念を示しました。 Or uh, that social media companies also take their responsibility for the content that uh, is spread on their platforms, that they, they take the responsibility uh, for their algorithmic recommendations. And